皆さん、こんにちは。大きな地震など、災害時に、携帯電話はなくてはならないツールになっています。過去の大震災では、スマホや携帯 Wi-Fi での SNS を多用した救助や支援要請がなされました。そこで今回は、こうした災害時の携帯電話についてご紹介します。1. 災害時にはドコモがつながりやすかった。大規模災害の時に電話がつながりやすいと評判だったのはドコモでした。2016年に起きた熊本地震で特に被害の大きかった南阿蘇村では au ソフトバンクの携帯電話の電波状況が圏外になってしまった中、ドコモだけは正常につながったという声が多く上がりました。 au やソフトバンクを使っていた人がドコモの携帯を借りて連絡したとニュースでも放送されており、ドコモの電波の強さが際立ちました。 2. 災害対策に強いドコモ。災害によって基地局が停電破損した場合でも、周辺の基地局のアンテナの角度を変えてエリアをカバーしたり、移動基地局や代わりの基地局をヘリで輸送するなどして復旧までのスピードを早めています。また避難所に Wi-Fi ルーターや災害対応用の充電器を提供するなど、災害対策の設備が充実しています。 3. 災害時用の LTE 通信も開発。ドコモは災害時のつながりにくい状況でも公共機関が共同で利用できる公共安全 LTE システムを開発して実証実験に成功しています。 4. 次につながりやすいのは au。ソフトバンクはつながりにくいとの声も。評判ではドコモの次につながりやすいのは au、 その次にソフトバンクという結果になっています。 Twitter の口コミでは、過去の大規模災害の時にソフトバンクはつながりにくかったとの声も多く、災害時に不安の残る結果となりました。しかし、au は線上基地局、ソフトバンクは気球を使った無線中継システムなどの災害対策に取り組んでおり、各キャリアとも今後の災害に向けてつながりやすさの改善に取り組んでいます。5. 格安 SIM は大手キャリアよりデータ通信が不利。大手3キャリアにとって代わり、格安 SIM、格安スマホの普及が進んでいますが、災害時には格安 SIM を運用している MVNO はどうなのかという疑問もあります。そもそも MVNO の電話や回線をつなぐためのアンテナ、基地局、ケーブルなどの通信設備は NTT などの大手キャリアから借りています。災害によって通信設備そのものが破損すれば、キャリアも MVNO も通信はできなくなります。同じように災害時の回線混雑によるつながりにくさも、通信規制もキャリアと同じ状況になります。例えばドコモが通信規制をすれば、ドコモの設備を借りている MVNO も同じ影響を受けます。 au やソフトバンクも同じです。 6. 地域やユーザーの数でつながりやすさは変わる。実際にはその地域の設備の数やユーザーの数で影響度は変わってきます。地域によっては au がつながりやすかったり、ソフトバンクがつながりやすかったりするところもあるでしょう。しか
化し、通信設備や人材の数、資金力といった人、物、金の力を考えると、現時点では災害時にドコモが一番つながりやすいという結論になりました。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。